どうも皆さんこんにちは、原カンタです。中国発の格安アパレルブランドシーインを知っていますか？シーインは格安ファストファッションとして世界中に展開しているブランドです。日本でも原宿にショールームが開かれるなど大きな話題を呼んでいます。シーインの人気を獲得しているのは Z 世代を中心とする若年層です。 SNS やアプリなどのデジタル領域で大きな人気を集めています。その一方でシーインの製品に対しては様々な批判がされています。その代表的な批判が劣悪な環境のもと労働者たちが低賃金で商品を作っているという批判です。この他にもデザインの盗用や著作権の問題が指摘されるなどシーインには様々な批判が向けられていますが、今回の動画では労働問題に対する批判に絞って分かりやすく解説します。今回のテーマも非常に難しく、日本語と英語の両方で情報収集してなんとか頑張ってコンパクトにまとめました。しかしこの問題の全体像を理解するにはおそらく1時間あっても足りないくらいだと思います。それだけ複雑で難しい問題なんだという前提を踏まえた上で、ぜひご自身の意見も考えながら動画を最後までご覧ください。中国発のアパレルブランドシーインの特徴は何と言っても価格の安さにあります。ピアスが102円、カフリングが415円など通常時でも十分に安いのに、セールが行われている時は 81% オフの19円、さらには 60% オフの166円など破格的な安さが人気の大きな要因になっています。なぜシーインは価格の安さを実現できるのか、まずはシーインの側に立ち大きく2つの理由を紹介します。一つ目の理由は実店舗を持たずネット通販に特化しているから。シーインは日本だけではなく海外のどこにも実店舗を持っていない通販特化型のファッションブランドです。先日日本の原宿に店舗がオープンしましたが、展示のみのいわゆるショールームで販売はされていません。ショッピングモールをはじめとした商業施設に実店舗を出す場合、テナント料を支払わなければならなかったり、従業員に対する高額な人件費を支払わなければならないため、毎月の固定費がかかってしまいます。ネット通販に特化することでテナント料や人件費などの余計な固定費を減らすことが可能です。2021年5月にはシーインのアプリが Amazon のアプリを抜き、アメリカで最もダウンロードされているショッピングアプリになったという報道もありました。コロナ禍で外出が制限され、多くの消費者がネット通販に頼るようになったという社会情勢もシーインが成功する追い風になったのかもしれません。商品の生産から発送までのプロセスにおいて仲介流通業者を挟まないことでコストカットしています。いわば商品を直接消費者へ届けられることが低価格を実現している理由の一つです。二つ目の理由がAI 技術を活用した企画販売。そもそもシーインの創業者の一人クリス・シューは IT エンジニアであり、検索エンジン最適化、つまり検索結果でウェブサイトがより上位に表示されるための施策におけるスペシャリストでした。そういった背景もあり、シーインは独自で開発した AI システムを活用しています。アプリ内で自動的に購買行動や動向を分析することで在庫管理や追加生産の判断をしているんです。これまでファストファッションの代名詞的存在だったザラの生産サイクルはおおむね3週間から4週間でした。その一方、シーインはデザインから梱包まで商品生産の全ての工程を1週間以内に完了できるとされています。近年中国が AI 技術において世界をリードしていることは皆さんもご存知かと思いますが、そういった先進テクノロジーをフルに活用していることがシーインの値段の安さを可能にしていると言われています。実店舗を持たずネット通販に特化していること、 AI 技術を活用した企画販売をしていることを理由に挙げましたが、他にもインフルエンサーの影響力を活用してブランディングしていることも Z 世代を中心とした若年層の人気を獲得することにつながっています。 YouTuber でもシーイン爆買いといった動画を上げている人がたくさんいますよね。価格の安さが特徴のシーインが特に日本の若い人たちからの人気を得た要因には消費者側の事情も関係していると言われています。つまり今の日本の若者たち、中学生や高校生、
大学生はあまりお金を持っておらず、限られたお金の中でいろいろな洋服を試せるからありがたいといった声もあるんです。この後に解説するようにSHEINには様々な批判が向けられているのですが、今の若い人たちはお金を持っていないから安い商品しか買えないのは仕方がないだろうといった彼らを擁護する声もあるようです。これについて皆さんはどのように思いますか？確かにそういう背景があるっていうことも理解はできますが、洋服って安ければ何でもいいのかっていう、なんかそういうところね、僕はやっぱ気になっちゃいますけどね。ぜひコメント欄で皆さんの意見も聞かせてください。ここまでSHEINの製品が安い理由をSHEIN側の視点から見てきましたが、一方でSHEINには様々な批判が向けられています。あ、すみません、今までずっとSHEINって言ってきたんですけど、合ってますよね。SHEIN、SHEIN、SHEINですよね。SHEIN。でも発音の話は一旦置いておいて、SHEINに対する代表的な批判が製品が作られている現場の労働問題です。SHEINの労働環境に対する批判が日本でも噴出することになった一つのきっかけが、ビジネスインサイダージャパンが2022年10月18日に公開した記事。SHEINの製品を作る労働者は1日18時間働き、報酬は1着わずか6円。イギリスチャンネル4が潜入調査の動画公開でした。この記事ではイギリスのテレビ局チャンネル4などが実施した潜入取材の結果が紹介されているのですが、今回はその記事の内容をもとに解説します。イギリスのチャンネル4とザ・アイ・ニュースペーパーが実施した潜入調査では、偽名を使った女性が2つの工場の仕事を得て、そこで実際に働くことで目の当たりにしたものが密かに撮影されています。それによると、SHEINの服を生産している中国の工場の労働者は1日に18時間働くことが頻繁にある。週末はなく、休日は月にたった1日、基本給がなく1着あたり6円しかもらえない、1つのミスをすると日給の3分の2の罰金が課せられるといった劣悪な労働環境の実態が報告されているのです。またある工場では、仕事が終わった後には十分な時間がないという理由で、女性従業員が昼休みに髪を洗っている様子が伝えられています。SHEINは2021年9月にSHEINサプライヤーコードオブコンダクト、サプライヤー行動規範を公開しています。それには、サプライヤーは安全で衛生的かつ健康的な職場環境を提供すること、労働時間を合理的に調整し現地の法令を遵守することなどが明記されていますが、チャンネル4らが実施した潜入調査の報告と照らし合わせると、まだまだ課題が残っていると言わざるを得ません。潜入調査の結果に対してSHEIN側は非常に懸念していると述べ、全てのSHEINのサプライヤーの同意を得た行動規範に違反しているとコメントをしています。さらにSHEIN側は、この規範に適合しない場合は迅速に対処し、我々の基準を満たさない提携企業との契約を終了する、我々は調査ができるようにチャンネル4に情報提供を求めたというコメントも出しています。日本では今紹介したチャンネル4が実施した潜入調査が取り上げられることが多いんですけど、もう一つSHEINの労働環境を調査した結果があるので、そちらも見てみましょう。スイスに拠点を置く NGO パブリックアイと、医療関連の労働問題に取り組む NGO クリーンクローゼズキャンペーンも2021年11月にSHEINの労働問題を調査した結果を報告しています。こちらの調査結果でも、SHEINの商品を製造している人たちが長時間かつ不安定な労働環境に置かれていることが報告されています。例えば調査員は、ある工場では非常口が一つも見当たらなかったこと、入り口や階段からすぐに労働者が出られる状況ではないことを指摘しており、さらには上階の窓には鉄格子が取り付けられていることも報告しています。このような状況を踏まえて調査員はこのように述べています。火災が起きたらどんなことになるか考えたくもありません。またある労働者の話によれば、1週間のうち6日間は夕食後も働いており、休みは月に1日、1週間に換算すると75時間を上回る労働時間になることも報告されています。このような長時間労働は、SHEINのサプライヤー行動規範に掲げられたサプライヤーが労働時間を適切に調整するという項目に反するだけではなく、中国の労働法にも違反しています。中国の労働法の規定では、1週間の労働時間は最大40時間、時間外労働は月36時間を超えてはならず、休日は毎週1日以上与えられなければならないことになっているからです。そういった観点から考えても、1週間に換算した労働時間が75時間を上回っているというのはあまりにも異常な事態です。
その一方、調査結果で同時に指摘されているのが、労働者自らが長時間労働を希望しているという点です。調査員によれば、繊維産業においてこのような長時間労働は珍しいことではなく、労働者の多くがこのくらい長時間働くことを希望しているといいます。 シーインのような繊維工場で働く人の多くが地方出身の出稼ぎ労働者です。出稼ぎ労働者の多くは都市部に一定期間滞在しているだけに過ぎず、家族は一緒に来ていません。一定期間の間にできる限り多く稼ぐために、労働者自らが長時間働くことを希望している場合もあるのです。また、中国の労働法では契約書を発行し、従業員にその一部を渡すことが企業に義務付けられていますが、この調査で話を聞いた10人の労働者は誰も雇用契約を結んでいなかったことも報告されています。今紹介してきた調査結果はごく一部の内容にすぎません。パブリックアイの調査結果は日本語でも読むことができるので、気になる方はぜひウェブページも見てみてください。かなり長いですが、詳細な調査結果が報告されています。今回動画を作るために僕は全て一通り目を通しました。ただまあそういったね、長い調査結果からもうどこをかいつまんで動画にするかってもめちゃめちゃ悩んだんですよね。他にもいろんな実態が書いてあったので、気になる方ぜひね、こちらのページも目を通してみてください。パブリックアイの調査では、シーインの製品が作られている工場に非常口が見当たらなかったことなどが指摘されており、火災が起きたらどんなことになるか考えたくもありませんというコメントも掲載されています。今から紹介する話はシーインの話ではありませんが、実際に過去には衣料品が生産されていたバングラデシュの縫製工場で火災が発生し、多くの犠牲者が生まれたこともありました。例えば中国と並んで世界の衣料品工場と呼ばれることもある南アジアのバングラデシュでは、2012年11月24日、今から約10年前、タズリンファッション社の工場で火災が発生し、死者112人、負傷者200人の犠牲者を生んでいます。火災当日、工場の出口が施錠されていたことで、多くの人たちが逃げ遅れ、火災に飲み込まれたのです。中には工場の上部階から飛び降りたことで重傷を負った人もいました。このタズリンファッション社の工場火災では、その後アメリカの大手小売企業であるウォルマートやウォルト・ディズニー社などがタズリンファッション社を下請け工場として使っていたことが明らかになり、国際的に大きな問題になりました。その他にもバングラデシュの縫製工場では火災や倒壊といった事故がたびたび起きていましたが、このようなアパレル産業における労働問題を世界に広く知らしめることになったのが2013年4月24日のラナプラザ崩落事故です。ラナプラザとはバングラデシュの首都ダッカ近郊にあった8階建ての商業ビルで、その中には先進国に輸出されるための服を生産する縫製工場が5つ入っていました。この商業ビルが崩落し、当時そこで働いていた労働者1000人以上が一度に犠牲になった事故、それがラナプラザ崩落事故です。ラナプラザ崩落事故では500人以上の行方不明者も生まれています。つまりビルの下敷きになって遺体すら残らなかった人々が数多くいたということです。特にファストファッションが普及したことで、先進国に暮らす人たちは服を手に入れやすくなりました。しかしそういった安くて便利な生活は遠く離れた途上国の人たちの犠牲の上に成り立つものだった。そのことを象徴する出来事として、ラナプラザ崩落事故は世界に大きな問題提起をしたのです。ラナプラザ崩落事故については過去の動画で詳しく解説しているので、ぜひそちらも合わせてチェックしてみてください。ラナプラザ崩落事故を受けて世界中で抗議の声が上がり、アパレル業界もビジネスモデルの在り方を再考させられました。また近年は消費者の意識も変わり始め、ファストファッションではなく環境や社会に配慮したエシカルファッションや古着を選ぶ人も増えてきました。そのようにしてアパレル業界が変わりつつある時に、格安ブランドシーインに対する批判が浮上してきているという状況です。タズリンファッション社の工場火災やラナプラザ崩落事故を知っている人間としては、シーインの工場にまつわる一連の調査報告を聞くと正直嫌な予感がしてしまうんですよね。パブリックアイが公表した調査結果をまとめているウェブページの最後には、この調査結果をシーイン側に示した際のシーインのレスポンスについても記載があります。少し長いですが最後に引用します。
私たちの調査内容をシーインに突きつけると、直ちに自動返信の確認メールが届いた。シーインのサステナビリティチームはご提案、フィードバックを受領いたしました。できるだけ早急に関係事項を調査いたします。ありがとうございました。数日後にリマインダーを送ったが、コンピューターが自動作成した同じメッセージが再度返ってきた。私たちのメールを人間が読んだのかどうかもわからない。大手メディア数社の編集者が私たちの調査結果を示してシーインに質問をしたところ、報告書公表の前日になってシーインテクノロジーのアメリカ広報副代表という人物から連絡があった。私たちは質問項目をこの人宛に転送し、数時間後短いメッセージを受け取った。報告書を未入手で内容が精査できていないため、シーインとしては現時点で特にコメントはございません。当社はサプライチェーンの問題すべてに真摯に取り組んでおります。またのご連絡をお待ちしております。シーインのウェブサイトでは6色から選べるフード付きパーカーが9スイスフラン約1300円で売られている。それには何と書かれているだろうか。ファンファクト I don't care 面白い事実気にしない。今回はイギリスのメディアチャンネル4、スイスの NGO パブリックアイ、そしてクリーンクローズズキャンペーンの調査結果を引用する形で問題されている CE の労働環境を見てきました。最後にお伝えしておくと、今回引用した調査結果はごく一部の内容に過ぎません。より詳細な内容を知りたい方は概要欄にウェブページも掲載しておきますのでご覧ください。特にパブリックアイの調査結果は翻訳が不十分な部分も、まあ、多少見られるものの日本語で読むことが可能です。今回のような話を聞くと、では不買運動を起こせば解決するのかと考える人もいますが、問題はそれほどシンプルではありません。消費者が不買運動を起こすことで、仮に工場の労働者たちの仕事がなくなってしまえば、さらに劣悪な労働環境に追い込まれてしまう可能性もあります。では僕たちはどうすればいいのかについてまで話すと、動画がとんでもない長さになってしまうんで、興味を持った方はディーセントワークという考え方について解説した過去のこちらの動画や、もしくは先ほども紹介しましたがラナプラザ崩落事故を取り上げたこちらの動画をご覧ください。僕は社会問題に特化したオンラインコミュニティシナジーを運営しています。今回の動画を作るにあたっては相当な準備と情報収集をしましたが、 YouTube で話すことができるのはもうごく一部の内容です。今回の動画以外にも YouTube では語りきれない内容についてはシナジーでシェアをしています。自分に何ができるかを考えたい方、もう一歩踏み込んで社会問題を考えたい方、ぜひシナジーもご検討ください。シーインの労働環境に対する批判も様々な考察ができると思うので、ぜひ皆さんの意見コメント欄で聞かせてください。今回取り上げませんでしたが、デザインの盗用とか著作権の問題もありますし、なんかツイッターとかでヘルプミーみたいなタグが出回っているらしいんですけど、それはフェイクだった話とか、もう他にもねいろんなことを話せたかなと思います。まああとこれは別にねシーインの肩を持つわけではないですが、ここ最近シーインがものすごく批判されているのは、シーインが日本の Z 世代にものすごく支持されているからっていう背景もあると思いますが、やっぱ中国発のアパレルブランドっていうことでメディアとしても叩きやすいっていう、まあ、そういった背景もあると思うんですよね。特にツイッターみたいな短い文章しか書けない SNS では、まあ、かなりフェイクとかデマとかも流れて、まあ、とりあえず批判するなら何でもいいっていう風な感じになっちゃってますけど、批判する僕たちの側がそういったフェイクとかデマとか使ってると信憑性に欠けてしまうので、ここはもう極めて冷静にファクトに基づいた議論をするように気をつけましょう。シーインのみならずアパレル業界には様々な批判が向けられており、社会問題として非常に大きく複雑です。今回労働問題にフォーカスしましたが、アパレルがもたらす環境破壊も本当は話したかったんですよね。そういった大きな問題を知ると無力感に苛まれてしまう人もいるかもしれません。しかし人は微力ではあったとしても決して無力ではありません。この動画が参考になった方、少しでも世界を良くしたいと思った方、ぜひご自身の SNS でシェアしてください。高評価ボタンもお忘れなく、どうぞご協力よろしくお願いいたします。社会問題と向き合う上で大切なことは関心を持つことではなく、関心を持ち続けることです。これからも新しい気づきをお届けしていきます。チャンネル登録がまだお済みでない方、関心を持ち続けるためにもぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。